会話力が高いと全てうまくいく。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は精神科医がやっている聞き方話し方について解説していきます。精神科の臨床は様々な人と心を通わせることが本質です。精神科医は自分の家族とさえあまりコミュニケーションが取れない人とコミュニケーションを取らなければいけないです。その時にプロとしてのコミュニケーションスキルを使っています。この本ではプロとしてのコミュニケーションスキルが59個紹介されています。この動画ではその中から僕が厳選した8個を解説していきます。今回解説する内容はビジネスや日常生活で必ず役に立ちます。ぜひ仕事やプライベートの会話で役立ててください。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、人間は社会的動物のため会話力が高くなると有利になる。あなたは1日のうちにどのくらいの時間を会話に費やしていますか？国立国語研究所の調査では1日の平均会話時間は 6.2 時間と報告されています。つまり24時間から睡眠時間6時間から8時間を差し引くと、僕たちは3分の1程度の時間を会話に費やしています。なぜ人間は日々会話をするのか。それは僕たちは一人きりで生活しているわけではなく、プライベートでもビジネスでも常に他の人と関わって生きているからです。どんなに一人で過ごすのが好きな人でも同じです。僕たちは社会的な動物です。他の人との関係を構築したり維持したりするには何らかの接点が必要です。その接点が会話になります。僕たち人間は1日の3分の1近くの時間を接点を作り、つまり会話に当てています。この人は話術に長けているなぁと感じる人はコミュニケーション能力が高い人と評価されています。僕たち人間が社会的な動物である以上、コミュニケーション能力が高いことは大きなアドバンテージになります。会話が上手な人は仕事や私生活のあらゆる場面で他の人よりも優位に立つことができます。例えば、たとえ一流大学を出ていたとしても会話が下手だと出世することが難しいことはよく知られています。逆に一流大学出身じゃなくても会話のスキルが高いと出世することがあります。またテレビ番組の司会者や人気芸能人は学歴ではなくて会話のスキルが高い人が活躍します。仕事以外の分野でも同じです。例えば異性にモテることでも会話のスキルが高いことは大きなアドバンテージになります。特に男性であればルックスがいい人よりも喋りが上手な人の方がモテやすい傾向にあります。社会的な動物である僕たちは会話のスキルが高いか低いかによってその人が優秀なのかそうではないのかを見分けています。2個目、会話力は才能ではなくてスキル。あなたは話術に長けている人を見て劣等感を抱いたことがありますか？多くの人は会話が上手な人に対して自分とは生まれ持った才能が違うと考えています。でもそれは大きな間違いです。例えばプロの芸人さんはたくさんの準備をしてからステージに立っています。また成績が優秀な営業マンもセールストークの効果を高めるために長い時間トレーニングに費やしています。上手に話せる人は決して生まれ持った才能だけで話しているわけではないです。むしろもともとは話が下手だった人も多いです。上手に話せる人は日頃から上手に話すためのトレーニングを積んでいます。つまりトレーニングを積むことで誰もが会話のスキルを高めることができるってことです。とはいえ会話はスキルだと教育されたことがある人は少ないと思います。会話とは自然に行うもので本心を語るべきと考えている人が大半だからです。スキルを使って会話をすれば不自然になってかえって相手の信頼を損なって不安になると考える人もいます。しかし自然体で話すためにはやはり準備や練習が必要です。例えば野球選手が力むことなくバットを振るためには膨大な数の素振りをする必要があります。不自然に見えるのはまだまだ練習不足や理解不足でスキルが身についていない証拠です。3個目、
精神科医は患者さんと会話する際にスキルを使っている。精神科医もテレビに出ている芸人さんや優秀な営業パーソンのように会話術を学んで日々トレーニングをしています。患者さんとどのようにコミュニケーションを取るべきか医学部で教育されています。精神科医に限らず内科医、外科医、小児科医など全ての科の医師が学んでいます。どんなに最新の医療技術が発達したとしても、医師と患者さんとの会話が一番重要な診断のツールだからです。また治療効果についても、医師と患者さんとの会話が大きく影響します。例えばプラセボ効果です。これは有効成分を含まない偽薬を患者さんに飲ませることで治療効果が発揮されるもので、すでに科学的に証明された事実です。これには患者さんが医師を信頼していることが大きく影響しています。そんなわけで今では医師には会話を通じて患者さんと信頼関係を築くことに重きが置かれています。特に精神科に来る患者さんは病気の影響や過去の経験から被害的になりやすいため、精神科医には一般の医師よりも繊細なコミュニケーションスキルが求められています。一般的な話し方の本で紹介されている普通の会話術では、患者さんに心を開いてもらって治療を受け入れてもらうことはできないです。しかし精神科医の会話術ならそれができます。精神医学は脳科学や社会学、哲学、心理学などのあらゆる学問が混ざって成立した人間の心を知る上において最先端にある術学です。そして精神科医は自分の生まれ持った才能だけで会話をしているのではなく、患者さんに信頼されるためのスキルを使いながら会話をしています。4個目、精神科医の会話術を身につければ物事を有利に進められる。会話のスキルを身につける上でまずしっかりと認識してほしいのは、会話が上手い人には2種類いるってことです。1つ目は相手を利用して会話力が高い人です。相手を見下したり利用しながら自分のことを第一に考えて会話をする人のことです。自分が得をするためなら人を騙すことも気にならない人です。そのため短期で結果を出せることが多いです。続いて2つ目は相手のことを思いやりながら会話力が高い人です。相手のことを常に第一に考えながら会話をしている人のことです。思いやりがあるため相手からは信頼されます。ただし自分を全面的にさらけ出さないため結果が出るのには時間がかかります。実は以前であれば相手を利用して会話力が高い人の方が相手のことを思いやりながら会話力が高い人よりも評価される傾向にありました。短期で結果を出すために相手を利用したり不快な思いをさせても、その事実が世間に広まりにくかったからです。それをいいことに彼らは利用する相手を次々と変えながら短期間で結果を出し続けます。高い評価を得たり経済的社会的に成功を収めたりしていました。一方相手を思いやりつつ会話力が高い人は相手から信頼されますが、相手を利用して会話力が高い人に比べて結果が出るまでに時間がかかるためなかなか評価されにくかったです。しかし時代は大きく変わりました。今の時代は相手を騙したり不快にさせてでも結果を出して自分が得をしようとする人は必ず淘汰されます。その一番の要因は SNS の普及です。以前であれば相手を利用して会話力が高い人に利用されて不快に思ったり何らかの被害を被ったりしたとしても、周囲の人に不満をぶつけることくらいしかできず噂は広がりにくかったです。ところが今では SNS であっという間に広がります。しかも一旦 SNS に広まった噂はネット上にいつまでも残って中長期的に拡散され続けます。例えば NHK 職員の訪問活動が強引であれば、その模様が Twitter や YouTube に投稿されてすぐに拡散されます。またただ売りたいだけのしつこい営業パーソンの押し売りに対する苦情を SNS で訴えれば、その出来事は世間を駆け巡ってその会社のイメージが大きく下がります。一度 SNS で流れた悪い噂はしばらくして沈静化しても、何かの出来事をきっかけに再び掘り起こされ拡散されてしまいます。
また、相手を利用して会話力が高い人の周囲には同じ穴のムジロとも言える性格の良くない人が集まります。例えば自分の自慢話だけを早口でまくし立てる有名 YouTuber のもとに集まるのは、人を騙してでも成り上がりたいと思っているあまり品性の高くない人ばかりです。一方、相手のことを思いやりつつ会話力が高い人は SNS 上ですごくいい人だったとポジティブな内容が投稿されて多くの人に称賛されます。こうした空間には相手を利用する会話力が高い人は近づいてこないため、本人と同様に思いやりのある人だけが集まってきます。その結果、相手のことを思いやりつつ会話力が高い人は評判が上がり続けて着実にポイントを稼いでいきます。SNS が普及して全てが可視化された今、他人を利用するためのフェイクな会話やそれによって生まれた成功者は通用しなくなりつつあります。今後はリアルに評価される人格や会話力を持つ人だけが生き残ることができます。5個目、これからは信頼される人が成功する。会話術に関する本が多く出回っていますが、それらは全て思い通りに人を動かすといった、どちらかというと相手を利用して会話力が高い人を目指すものが多いです。しかし、アクションプランの4個目でも伝えた通り、その会話は通用しないです。そこであなたに身につけてほしいのが、この本で紹介している精神科医の会話術です。もしあなたが精神科医のように会話をすることができれば、多くの人から信頼されます。相手の不安や心配事を減らしたり癒したりできるようになります。すると多くの人から感謝してもらえて、自分自身も幸せな気持ちになります。もちろん仕事においても信頼がとても有利に作用します。それは目先の利益や結果だけを追い求める一般的な会話術とは一線を画すものです。このスキルを身につけて幸せな人生を歩んでください。6個目、会話の前に信頼感を得ておかないとうまくいかない。相手との信頼関係が構築できていなければ、いくら話術に長けていても会話っていうのはうまくいかないです。会話の目的やゴールが明確でも、相手からの信頼が得られていないとゴールにたどり着くことはできないです。一昔前までは、人との信頼関係は徐々に築いていくものと考えられていました。そのため、実際の会話を通じてゆっくりとお互いを理解し合い、関係性を徐々に深めていました。しかし今の時代は、会話を交わす前に一定レベルの信頼を得ていないと会話がうまく成立しないです。なぜなら SNS が普及したことで、実際に対面する前に相手の人となりを SNS でチェックする時代になっているからです。多くの人は会う前に SNS を通じてこの人は信頼できそうだと予想を立てています。日本結婚相談所連盟が1875人の登録会員に対して、お付き合いしているお相手の SNS はチェックしますかという調査を実施したところ、男女ともに約3割の人が恋人の SNS をチェックすると回答しています。SNS を全くやらない人もいますが、プライベートでもビジネスでもそういう人は信頼を得にくい状況になっています。この本の著者である増田さんは、精神科医が心の病気を解説する YouTube チャンネルを運営しています。この目的の一つがまさに信頼関係の構築のためです。クリニックでは初めての患者さんの多くが増田さんの YouTube を見てから訪れるそうです。信頼関係というものは基本的には単純接触回数が増えれば増えるほど高まりやすい性質を持っています。そしてこの接触回数には YouTube や SNS やメールのやり取りといったバーチャルな会話も含まれています。YouTube を通じて事前にある程度の信頼関係が築くことは大きなアドバンテージになります。あなたも SNS でつながっている友人と数年ぶりに会った時に、普段 SNS で友人の活動を見ていたりやり取りをしているため久しぶりに会った気がしないと感じたことがきっとあるはずです。7個目、
信頼されるために SNS で発信するべきことを何でもかんでも発信すればいいわけではないです。発信というバーチャルな会話を通じてどんな目的やゴールを目指したいのか考えて、そのためにどんなことを発信すれば見た人の信頼を得られるかを考えることが大切です。精神科医である増田さんの場合は、患者さんが増田さんの治療を受け入れてくれることが一つのゴールです。増田さんはクリニックのホームページも公開していますが、そこでは包み隠すことなく載せています。また YouTube ではうつ病の人が知るべきことを、感情と思考を切り離す訓練法などの精神医学に関するコンテンツをほぼ毎日のペースでアップしています。これらのコンテンツはすべて、これらの情報を見ることで増田さんへの信頼感を高めてもらい、スムーズに治療に移行できることを意識して作られています。例えば Facebook のアカウント情報の基本データには、職歴と学歴、自己紹介、住んだことのある場所などの記入欄があります。まずはそうした項目をすべて埋めてください。これらは会話の目的やゴールがどんなものであっても必要不可欠な自己開示です。住んだことのある場所なんて書く必要あるのと思う人がいますが、開示をするべきです。閲覧した人が、あなたが幼少期を過ごした場所に自分も住んでいたことが分かったら、きっとあなたに親しみを感じるはずです。自分のビジョンを発信することも大切です。自分がどういう思いで日々を過ごしているのか、何が好きなのかを発信することで、あなたの人となりが一目瞭然になります。ただし相手から信頼を得られないと思われることは発信しないでください。 SNS の真骨頂である自分の日常についての発信は少々注意が必要です。例えばアットホームな対応を売りにしてファミリー向けの車を販売している営業パーソンが高級なスーツを着て夜の銀座などで遊んでいる投稿をしていたら、ギャップが大きすぎてちょっと引いてしまいます。反対に家族で休日を楽しんでいるシーンであれば共感を得られるはずです。自分の趣味が相手の信頼を得るのにプラスだと感じれば、どんどん投稿をしてください。発信量が多ければ見た人はこの人のことを信頼できそうな内容を勝手にピックアップして閲覧します。例えば釣り好きの人があなたの情報を取得しようとしているとき、あなたの SNS 上にタコ釣りをしたという投稿を発見したら一気に距離は近づくはずです。8個目、会話の主役は自分ではなく相手。会話をする前にしっかりと準備をして、さらに自分と相手の性格をつかんだら、いよいよ実際に精神科医の会話術の実践です。まず会話をする上での大前提があります。それは相手が主役ってことです。そのためにもまずは相手を尊重する気持ちを持ってください。ビジネスの場面ではあなたの方が立場が上のケースもあると思います。例えば上司が部下を教育するとか、大企業の社員が中小企業の社長から営業活動を受けるケースです。こうした時、つい自分の方が上という態度が出てしまいがちです。そうした態度は必ず相手に伝わって、なんだよこいつと不快な気分にさせてしまいます。これでは会話を通じてゴールに到着することなどまず不可能です。そうした気持ちにならないように自分を戒めることが必要です。実際相手は違う分野で活躍されている人たちです。こうした自分の方が上という態度は無意識に出てしまう傾向があります。それだけに自分を戒める気持ちを常に持ってください。例えば営業パーソンの場合、毎日お客様と会ってもまるで営業という名のゲームを日々こなしている感覚に陥りがちです。これではお客様の人格を尊重することはできないです。それが態度にも現れてしまいます。そのため毎回気持ちを切り替えて、相手を尊重しながら会話をするように心がけてください。解説は以上です。精神科医の会話術を身につけると、一見関係なさそうな商談や会議やプレゼンや打ち合わせなど、すべての仕事や人生もうまくいくようになります。その基本となるのは相手から信頼されることです。
人間関係で悩んでいる人やコミュニケーションが苦手だと感じている人は、ぜひこの動画を参考にして相手から信頼される方法を身につけてください。今回の解説が参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。